早速ですが、今回は中国最大の航空ショーに J20 ステルス戦闘機が初展示と編隊飛行を詳しく見ていきますね。中国の J20 ステルス戦闘機、意外な性能にアメリカ空軍もびっくりしていたんです。極東アジアで遭遇していた話はいくつもあります。もう200機も。2022年11月8日、2年おきに実施されている中国で、最大規模の通称、多摩海航空ショー、正式名称は、中国国際航空宇宙博覧会が始まり、この開催を記念する行事の一環として、中国空軍の最新鋭戦闘機 J20 の4機での編隊飛行も行われた。J20 は、これで14回目となっていた、実際の中国国際航空宇宙博覧会の催しの中でも、地上での展示が今回初めて行われており、そこで機体に付けられた番号から推測するに、すでに200機以上の生産数に達していることが濃厚となった。この J20 の200機という生産数は、これまでも西側諸国の軍事メディアの一部からも想定されていた数字ではあったが、今回の地上での展示で、暗に中国側がその順調な推移を示そうと行った行使だろうと見さされている。中国航空工業集団行使が手掛ける戦闘機である J20 は、アメリカの F-22 ラプター、F-35 ライトニング2に続き、世界でも3機目のいわゆる第5世代戦闘機と分類されている機体であり、2017年から実戦配備は、始められている。J20 は、中国語でのコードネームは、たけし竜と呼ばれており、これは、英語では、マイティドラゴンと訳されており、また、一般の中国の軍事愛好家たちからは、リボンを意味する、死体の非公式な愛称でも呼ばれている機体だ。外観上の特徴として、J20 は、操縦席の後方に、小型のカナード翼を備えており、主翼には、クロースカップルドデルタ翼、2枚の垂直尾翼は、外側に向かってスラントした形状をしており、全体的な印象は、ヨーロッパの戦闘機をイメージさせる。昨今の F-22 ラプター以降の第5世代戦闘機は、機体に、その最大の特徴たるステルス性能を施しているため、いずれも、同期に似た外観をしている嫌いは否めないが、J20 は、その意味では、他の第5世代戦闘機との類似点は、多くは、ない印象を受ける。J20 は、特徴であるカナード翼を持つ構造であるため、ステルス性能という点では、アメリカの F-22 ラプターや F-35 ライトニング2には劣ると考えられているが、それでも、レーダー反射断面積は、0.025 平方メートル程度と推察されている。ちなみに、アメリカの F-35 ライトニング2の場合、レーダー反射断面積は、およそ 0.00143 平方メートルとされ、さらに F-22 ラプターならば、この7分の1以下とも言われており、文字通り、J20 とは、桁違いのステルス性能を有していることがわかる。ロシアの第5世代戦闘機である SU-57 も、こうしたステルス性能については、アメリカに劣っていることは間違いなく、さらに、そのステルス性能については、中国の J20 も、同様に進行方向に向けた場合に限定されるとの見方が、大勢を占めている。J20 は、タンザニア戦闘機であり、全長が 21.2 メートル。全幅が 13.01 メートル、全高が 4.69 メートルで、ターボファンエンジンを2機搭載し、最大速度マッハ 2.0、航続距離がおよそ 5500km ほどと推定されている。これが F-35 ライトニング2の場合、通常型の A 型は、全長が 15.67 メートル、全幅が 10.67 メートル、全高が 4.39 メートルで、
ターボファンエンジンを1機搭載し、最大速度マッハ 1.6、航続距離がおよそ 2200km ほどである。F-35 ライトニング2と比較した場合には、J-20 は、二回り以上は、確実に巨大な機体であり、きれゆえに、中国側が懸念する聖空戦当時の機動性には、疑問の余地も大きいが、そのサイズである分、航続距離が長大なことは事実であろう。その F-35 ライトニング2の倍以上とめされる航続距離を考慮するならば、アメリカ軍が、空中給油機の増加やさらに、新型の機関部の採用を検討していることも、無理はないと思える数値であり、日本も、楽に行動半径に収まってしまう。だが、問題は、こうした航続距離に止まらず、中国が、J20 の配備数を、今後も、急激な速度で増加させてくる、可能性が高いことで、少なくとも、今のペースから見ても、2030年には800機弱、最終的には1000機以上のも数が見込まれていることは脅威である。アメリカ軍の場合には F-35 ライトニング2を空軍が A 型1800機弱、海軍が C 型を300機弱、海兵隊が B 型を350機強、C 型を70機弱まで配備する予定ではあるが、これらはすべて中国に対して振り向けられるものとはならない。世界中に軍を展開する必要のあるアメリカ軍は、これらの F-35 ライトニング2を分散して配備することになるため、少なくとも中国が今のペースで J20 の実戦配備を進めた場合、太平洋地域における第5世代機の総数では、後陣を拝め、す可能性が高い。ちなみに、日本はといえ、F-35 ライトニング2を、A 型105機、B 型42機の合計147機の調達を進めている最中だが、中国の J20 の最大1000機とも想定される配備数を鑑みれば、その 15% にも満たないことは憂慮すべきだろう。今年、まさに、アメリカではなくイギリスとの協業での開発が打ち出された F2 戦闘機の代替を行うための次世代戦闘機も、現状では、最大でも100機弱の生産数と考えられており、数の上では、到底中国軍に対峙するには心もとない。もともと、初期の J20 は、戦闘機として、要である機関部を国産で開発することができず、ロシア製の AL-31F ターボファンエンジンを調達して搭載していたため、どうしても生産数の増加を自国でコントロールできないという問題に直面していた。しかし、昨年2021年の末には製造元である成都比企工業工士は、念願の国産の機関部である WS-10C ターボファンエンジンの量産化が軌道に乗りつつあるとコメントを出しており、今回の中国国際航空宇宙博覧会で、図らずもこれが証明された形だ。この時点の2021年12月には、J20 の実戦配備数は、最大で4部隊におよそ150機ほどと考えられていたので、今回、すでに、1年未満の期間で50機以上を増加させ、総数で200機を超える配備数へと、著しく数を上げてきていることは間違いない。アメリカ議会の上院の軍事委員会は、2021年の10月の時点で、中国軍は2025年までに、アメリカが太平洋地域に投入可能な第5世代戦闘機の数を凌駕する可能性を示唆していたが、このためには、年間で125機以上の J20 等の生産が必要とされていた。その目安からすれば、未だ、いかに中国といえども、そのラインにまで波到達してはいないと見えるが、かなりの自信を持って、
今回の中国国際航空宇宙博覧会の開催を迎えていることは想像に難くなく、そのアピールの場として政治利用を進めているように見える。中国は今回の中国国際航空宇宙博覧会の開催にあたり、各種の大きさの多数の無人航空機や、今のロシア・ウクライナ侵攻でも注目されるこれらに対抗する対空システムを展示しており、それらも世界中からの視線を集めている。中国国際航空宇宙博覧会は、そうした展示内容から、中国の国威発揚の場としても利用されていると思えるのだが、切れに止まらず、アメリカのボーイング社や GE 社、またヨーロッパのエアバス社など、西側諸国の企業も出品をしている。こうした状況を見ると、中国と軍事面で対峙するはずの軍需企業が、同国で実施される航空ショーで、同時に展示を行う様は、いささか奇異な感じもしないではないが、ロシア・ウクライナ侵攻で苦境にあるロシアが今後兵器輸出シェアを下げることは間違いないだろう。そうした世界の武器輸出の今後を眺めてみれば、直接的な国同士の対立関係はひとまず横に置いて、ロシアが失うであろうポジションを埋めることを多くの軍需企業が狙っており、第三国に向けたアピールの場と化している感もある。